解説64周年記念競争 G1 トコタンキング決定戦シリーズ3日目の争いは終盤戦、水面上は第10レース予選競争です。6名全員がバック側、コース取り目立った動きはありません。10レース対戦メンバーです。1号艇柳沢はじめ、2号艇大島和也、3号艇には横澤浩司、4号艇桐生純平、5号艇は重成和人、そして6号艇吉永則夫。以上6名による対戦カード第10レースの争いです。ホーム側に移しました。そしてインコースに入れました1号艇の柳沢、1本持ってもスタートの精度はきっちり保ちます。人気を集めて陰線スローの2コース、地元のベテラン大島和也が定番通りに加わるところ、センター3コース枠なりに3号艇の横澤浩司が合流してスロー3艇1蓋3下げています。3艇引っ張ってのダッシュ戦、角は4コース4号艇桐生、昨日のメインセカンドドリームウィナー引いて4角、5コース6コース枠番通り、明日へ向けては着順大事な、そんな戦いとなりそうでありますが、重成吉永3対3と分かれたポジション、第10レースインコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。1コース2コース1号艇4号艇がわずかにコースタート、インコース優勢に1号艇の柳沢、2コースから2号艇大島刺す、センターから外を攻めるのが3号艇の横澤、内を刺して4号艇桐生純平バックへ入った。リードは3艇進と単独先頭のポジションに1号艇の柳沢、2番艇2艇進先行し3号艇横澤、そのうち接近する6号艇吉永、1周2マークの旋回スタートは正常です。直線内外へ手を出す6号艇吉永、2番艇は先に来る3号艇の横澤、刺して回った外を全速4号艇の桐生ホームへ帰る、2番艇は3艇進4艇進と3号艇の横澤、3番艇の際4号艇6号艇接戦です。インコース6号艇吉永、アウトコース4号艇の桐生純平、2周目に入りました。2周1マークの旋回、宇宙5番手から2号艇の大島和也も接近しております。外を思い切って舞う4号艇の桐生、バックスレッジ入った、アウトサイド3番手は一定心先行進行艇桐生、そのうち4番手2号艇大島、3艇並び1番3番4番で時計裏を通過、2コーラーの旋回です。じんわり締めて4号艇の桐生、外へ振って2号艇の大島、3番手先に回るのは4号艇桐生純平、奥から2号艇大島和也、内懐接近観光ではありますが少々コースの中交代しました。3艇並び1番3番4番で最終周回に入りました。第10レース予選競争です。3周1マークの旋回体制に入りまして、1号艇の柳沢が先頭、最後のバック直線へ、2番手のポジションには3号艇の横澤浩二、3番手には4号艇の桐生純平、3艇並び1番3番4番です。4号艇進行方4番艇競り合いです。アウター2号艇大島和也、インは5号艇重成、最後方は6号艇吉永です。ラストマークの旋回からホーム直線へ、独走体制は1号艇の柳沢、2番手は3号艇の横澤、3番手は4号艇の桐生と続いた第10レースの予選競争。土壇場5号艇重成迫りますが、先頭1番柳沢五輪、2着3番の横澤五輪、3着は4番の桐生、5番重成、2番の大島、6番の吉永五輪です。